you for joining us. Do you have any announcements? We have district meeting in Takizawa. Takizawa で今日は映画会があります。33チリカントリー。チリの33人の、物語をやります。これはすごい映画なんです。地下700メートルの人33人を全部助けるって言うんです。その助ける鍵になるその言葉があるんですね。それどういう言葉かというと、一人の女性がね、人生で失敗してきたんです。その失敗から私は学ぶんだということを言うんです。それをね、工業大臣、チリの工業大臣がその言葉でね、ハッとするんです。何ハッとしたかというとね、地下700メートル前にね、鉄の杭を打ち込むわけですよ。で、ずれるのに失敗するんです。失敗したからもうダメだと思ってる。ところがその失敗から彼女学ぶんだと言ったその言葉にね、あーっと思うんです。そのね、鉱山のね、社長さんもね、工業大臣バカにしてるんですけどね、はっと我に返るんですよ、失敗から学ぶっていうその工業大臣の言葉に彼もね、はっと我に返る。これがね、このドラマのね、一番の中心だと私ね、分かってきた。そんなことでね、すごい映画でした、やります。以上です。来月の8日、第2聖日は、マイク横井さん一行4人が、教会に来るんですね。今どこにいるかというと、岩泉町で、今まだいないけど、あ、いないのか。岩泉町を助けるんですね。岩泉町を助ける、それで帰りに盛岡に寄ってくださる、土曜日、日曜日ですから、日曜日の午前午後、この人たちがダンスを踊ったりメッセージをしたり、ね、そういうことをする、彼らもたくさんたくさんの失敗の持ち主らしいんですけどね、それが持ちられてるなと思います。よし、プリーズ。彼らの奉仕と今のチリ33人とは似てるなと思って、もうついてないから役さん。ああ、ついてない、消しちゃった。はい、それでは1分間ご一緒にお祈りしましょう。どうぞこのフィリピン、オーストラリア、さらに派遣がなされるように、このウクライナ、チェコに行ったのも素晴らしいんですが、私たちはとにかくオーストラリア、フィリピンとか、世界の英語礼拝のメンバーたちを助けるという働き、これが中心です。ご一緒にこの昭和にシャルプレイ、ハレリア、天皇とおつもりをお願いします。この礼拝を感謝します。どうぞ後半の悩み豊かに祝福してください。マリさんにどう祝福し、またどうぞ国内にしております、アトヤさんやリンダさんやブルース兄弟、奥さん、どうぞ助けてください。翔ちゃん、コメさんのことを祝福し、また海外の歌のお一人みどり、どうぞエリザルブルースたちから、アントナン・シェイラさんから、どうぞ神様、このカリブ海の関係者はじめ、アフリカの関係者、ヨーロッパの歌たち、地下教会の器、またインドネシアの器たち、お一人みどりあなたを覚え、オセアニアの器、ニュージーランド、またオーストラリアの人たちをあなたが祝福してくださいますよ。また訪問の道が開かれますよ。
またすべての必要が満たされますよ。助けてください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。はい、サンキュー、ベリーチ。